越後赤塚駅は、新潟県新潟市西区赤塚にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。越後赤塚駅のデジタルサイネージ2番線を、上下主本線とした一線スルーとなっているが、一部の列車を除いて、方向別にホームを使い分ける。なお、1番線は設備上では、下り列車のみ対応している。かつて、 新潟鉄道管理局が公表した1981年度の1日平均乗車人員は362人で、利用者数は吉田新潟間隔駅で最も少なかった。新潟市統計所によると、2010年度までの年間乗車人員の推移は以下の通りである。無人駅については、発見データが正確に計上されないとして、2011年度、 以降の乗車人員データが非公表となった。越後赤塚駅前のクリスマスイルミネーション2019年6月現在、駅前のロータリーから区バス、住民バスが2路線発着している。運行に関する詳細は、西区コミュニティバスの弧、並びに、かきがえブリンクを参照。2005年4月から赤塚地区の住民組織が運営主体となって、 当駅と新潟交通内や営業所の間を赤塚四都合屋の集落間を経由して運行している。運賃は大人、小人を問わず一乗車100円。利、優都等の IC カードも利用化。新潟駅発着の路線バス W4 大堀線の内しがらき園病院発着便の一部を中野小屋地区を経由して当駅まで延伸したものである。区バス区間は 薪を投影機関だが、運賃は新潟交通の体系に乗っ取ったものを採用しており、同社の一般路線バスと同様の距離性運賃となっている。ありがとうございます。